なんすか、もう終わったんですよ収録。え、新しいパンフレットができたと。2019年合格を目指す学習経験者向け、東連のパンフレット、これ秋からの東連のパンフレットですね。え、これの中身を紹介しろと。はい、じゃあ見ていきましょうか。でこちらが新しいパンフレットですね。で中、おいきなりすごい写真載ってますね。あ、そうですよ、これ撮影しましたよね。これなかなか1日かけて大変でしたね。なかなかよく撮れてますか、あの全員並んでですね、これ空を見てるってよくわかんない写真ですけど、まあかっこよければいいんですかね。でこちらの下の方を見るとスケジュールが載ってますか、まず10月から、まあ、オプション講座、それから東連のですね品質、論点、択一編、記述編があって、メインがここからですね、1月の実力養成編、これがあの科目別の東連ですね。これあれですよ、私も今度はですね民法と不動産登記で解説をしていきますね。で後半が運の講師の方になりますね。で記述が荒川講師です。でその後ファイナル東連、こんなスケジュールで、これが中身で紹介されているパンフレットですね。お講師直伝10月から始めるタイプ別3つの学習戦略ということで、基準点未到達の方、基準点付近の方、それから下がですね独学とか携帯小書の講座で勉強している方と、それぞれこう学習戦略が載っておりますから、ぜひ参考にということですかね。これが何ですか、ズバリ的中ですね。東連で出たものが本試験出る、やっぱりこう東連で出た問題が本試験に出るとですね、その東連受けてた方々かなり有利になりますから、まあ、どの東連受けるかということの参考になるかなと思いますね。ぜひ、こちらも参考に、してください。ぜひパンフレットを手に取ったらこちらも見ていただければいいですね。今年から東連のですね冊子が変わるようですね。こちらが旧冊子で、こちらが新冊子です。これどこ変わってるんですか。あ、全体的に、あ、なるほど、あ、ここに書いてあると、あ、これですね。なるほど、本試験の出題実績は一目でわかる、あ、それはいいですね。これどこですか、あ、ここ、なるほど、足ごとにこう載ってますからね、あ、これは本試験出てるということが、まあ、一目で分かって良さそうですね。でこちらは、まあ、いろんなパックがあるよということでいいですか。なるほど、ということで、まあ、いろんなこうやり方がありますから、まあ、自分に合うプランをですねぜひ取っていただければいいかなと思いますね。例えば1月から東連始める方とか、あそこまではちょっと勉強してるから、4月以降にファイナルからやるよという方でもいいと思いますね。いろんなパックがありますから、ぜひこう自分に合うものを選択をしていただければいいかなと思います。こちらですね、そうこれですよ、過去問で重要論点チェコ材、これ今取ってたんですよ。でこれですよね、これなかなか10回もあって大変なんですよね。でこんな感じです。でこれが画面にですね、過去問の足が出ますから、それを私が解説をしていきます。で問題解きながらですね、皆さんも画面だけで完結しますから、画面で問題解いて、でその後私がポッとこう出てきてですね解説をしますので、これで、これ予習サポートと書いてありますが、東連の予習に使ってください。もうテキストとかいりませんから、もう画面見て、問題解いてですね、それでこう解説を聞くというだけで、今までのこう勉強の記憶喚起ができますから、いきなりこう東連にチャレンジするとなかなか大変ですからね、ぜひこれでこう緩衝材というかですね、これで予習していただいて、ぜひ、東連の方をスムーズに始めていただければいいかなと思います。なんかあと細かいページになりましたが、あといいですか、説明しなくて。でこちらが、まあ、いろんなパックがあるよということですね。であと、まあ、こんな感じで最後、あ、これなんですか、これ12月24日に模擬テストがありますから、実力診断模試ですね。で、私なんか喋んなきゃいけないですか、なんかあるということで、あなたに足りないものは何ということで、これも配信しますので、ぜひもう年内に模擬テストがあるということは、実力チェックのためにとても大事ですから、これもぜひ、受験してください。この段階で自分に何が足りないかというのを把握することが非常に大事ですからね。ということで、こちら、新しいパンフレットが出ましたので、ぜひこちらですね、10月からここで、つく差は大きいといったタイトルのパンフレットありますから、ぜひお手に取っていただいて、ちょっと近くにレックがない方は資料請求していただいて、ぜひ今みたいな、いろんな情報が盛りだくさんですから、ぜひ参考にしてみてください。大丈夫ですか。はい、以上です。ありがとうございます。